ランドローバーウルフはイギリス軍とオランダ海兵隊で運用されている四輪駆動型の多用途車用。イギリス陸軍では主力汎用トラックとして採用されている。ウルフはランドローバーディフェンダーを軍用としてイギリス国防省に採用されたもので軽汎用トラックまたは中型汎用トラックと呼ばれる。ウルフの名称はランドローバー車が用いたイギリス陸軍に向けた。 プロジェクト名であり、国防省が正式名に使用したわけではないが、兵士の間で、ランドローバーウルフシリーズの総称として広まった。また、ラインメタル社による、メルセデス・ベンツ・ゲレンデバーゲンのドイツ、連邦軍仕様であるボルフとの混用に注意する、必要がある。ウルフは、ランドローバーディフェンダーの軍用として、イギリス国防省に採用された。トラックユーティリティライトはトラックユーティリティ、 ミディアムハイスペシフィケーションとして開発され、トゥールは、より短いホイールを使用するディフェンダー90を、タムはディフェンダー110をベースとしている。ウルフは、様々な乗員、装備、通信及び情報システムを搭載し、任務に尽くし期間に従う。ランドローバーウルフには、防寒装備及び水密性を備えたものもある。 フロントガラスまでの推進でも走行可能にするシュノーケルの追加、エンジンを予熱させる渋滞エンジンヒーターの装備などの回収点により、車両や乗員は極限状態においても活動可能である。その他の回収点として、熱帯環境での作戦のためのものがある。イギリス海兵隊は強襲上陸作戦用の特殊、深度走行系を運用している。 潜望鏡付きのシュノーケル、防水加工された電子システム及び機器を装備し、グリース及びグラファイト製管活油をほぼ全ての機構部に使用したこれらのバージョンは、必要時には完全防水装備の車両と共に行動可能である。後部ドアはストラトにより支えられており、水の流入を許すことにより、車両が漂流されるのを妨げ、着岸直後には急速な排水が可能である。 車両による上陸演習時においても乗員の体などが着水することはない。HS ウルフ計画と並行してイギリス国防省はプロジェクトパルスとして知られる新型戦場救急車の開発計画を進めた。この計画においても非常に長いホイールベースを持つディフェンダー130によりランドローバー車が勝利した。しかし、 マーシャルエアロスペース車線ボディを持つ非公式なウルフ139級車両は同じシャーシとトランスミッションのアップグレード同一のドライブトレイン同じディフェンダーがベース車体全部を使用しているイラクに派遣されたイギリス陸軍のワミックタムの偵察及び近接火力支援型としてワミックがあるワミックはランドローバー車及びリカード車の共同で製造されシャーシを強化 ロールケージとウェポンマウントが追加された。一般に 12.7mm 重機関銃、7.62mm 汎用機関銃もしくはミラン対戦車ミサイルを後部リングマウント上に前方助手席側のピントルマウントに GPMG を装備する。2006年後半、イギリス国防省は 1.5km の射程を持ち毎分360発をに射撃可能な。 ヘッケラーコフホ社製、新型ベルト球弾式系、オートマチックグレネードランチャーを40丁購入中で、あることをアナウンスした。これらはアフガニスタンに派遣されたワミックに装備される。この車両はイラク及びアフガニスタンでの任務につくイギリス軍のシンボルとなった。ハーツマインズ哲学に合わせ、ウォーリアなどの走行戦闘車などに代わり、警護任務についた。 武力衝突の急増に伴い、乗員への過度の危険が懸念され、ベクター及びマスティフ走行警備車両などの重走行車にて補われている。ランドローバーは、イギリス製の現用車両であるピンツガウアー及びアルビスパンサー CLV により、大目もしくは連絡任務において補われ、ワミックの不足はマワミックによって補われている。オークラシーが置き換えの費用をカバーすることを拒否し、 イラクでの諸作戦が一旦完了されるならば、この装備のうち数量が原価より安値で売却される可能性を報道された。アフガニスタンにおいて、当車両は平均にして週に1台が喪出され、その代用の到着はしばしば遅延し、ワミック部隊のうち5分の1は敵の攻撃によって大破ないしは破壊された。アフガニスタン、カンダファール空軍基地付近で、 戦闘任務中の王立空軍連隊のランドローバーウルフの派生型はカナダ及びアメリカ海兵隊の要求に応じて提案されたがいずれも選定されなかった。イタリアをはじめとする各国で使用されているランドローバーの外形はいずれも酷似している。しかし、それらのモデルはランドローバーディフェンダーをベースとしており、ウルフにて強化されたシャーシなどの特徴は引き継がれていない。 現在、ウルフは、クロアチア、オランダ及び、イギリスにて運用されている。ディフェンダー110ハードトップモデル1998年、ランドローバートランスグローバルエクスペディションが企画され、それに合わせ、ウルフ仕様のディフェンダー110の、ハードトップモデルが製造された。この車両は、ウインチ、ルーフラック、ルーフテント、ロールケージなどの探検装置を装備し、 寒冷地使用化された軍用型を基本とした、水圧パワーテイクオフシステムも付された。その目的は、総動線のいかだでベーリング海峡全域で車両を走行することだった。その体験は計画されていた出発日の数日前に、キャンセルされ、車両の大部分は一般向けの競売にかけられた。これらの特殊な車両は、探検に最適であり、数量は、ランドローバーによる、 5050 50チャレンジとローンウルフトランスグローバル、エクスペディションなど個人所有主の長期旅行にて使用された。一部のウルフは民間市場にて売買された。これらは事故などにより損壊したものを新しい所有者たちの手により修理される事例の一つである。2003年、ドイツ政府はフォアモ及びホーム執行組織のための車両としてランドローバーウルフを発注した。 この組織の輸送手段は、ピックアップやバン、ステーションワゴンからなった。ボナッティグレートルーフの未白の塗装、電子機器などは最低限とし、パワーウィンドウやシートヒーター、レーダー探知機などの車種品は撤去された。エンジンは 12.24VFFR、スタンダード TD5 ターボディーゼルエンジン、または BMW3 リットルユニットを搭載とした。二千四年後半、 ドイツ政府は様々な形式で自国のゲレンデーバーゲンを供給してきたメルセデスベンツを発注先として指定、先の契約をキャンセルし、少数の最終バッジ車両は民間市場に輸入されすぐに売却された。ありがとうございます。